こんにちは、川越梢です。秋の深まりを感じる頃となりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、シティニュースを追った10月16日号、今回はフレイル予防に効果的、旬の素材、身近な食材を使いタンパク質をたっぷり摂れる簡単メニューの紹介と、筋力アップのためのスクワットチャレンジについて取り上げます。それでは早速ご覧ください。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、自宅で過ごす時間が例年より増えていますが、それによって体を動かす機会が減り、筋力の衰えを感じている方も多いのではないでしょうか。筋力が低下すると、特に高齢の方は病気や怪我をしやすく、場合によっては介護が必要になる恐れがあります。こうした状態はフレイルと呼ばれ、体と心の両方の機能の低下によって引き起こされます。フレイルを予防するには、栄養、運動、社会参加の3つの取り組みが重要ですが、今回はその中から食と運動にクローズアップ。まずはフレイル予防に効果的な簡単メニューをご紹介しましょう。フレイル予防には、多様な食品を毎日きちんと食べ、栄養不足にならないことが重要。中でも欠かせない栄養素がタンパク質です。タンパク質は老化の防止や筋肉の維持を助ける働きがあります。毎日の食事に少しずつでも加えてみましょう。ということで、まず最初にご紹介するのが、旬の戻りガツオを使ったネバネバ元気丼です。材料はカツオとオクラ、納豆、他ご覧の調味料。オクラは加熱して5ミリくらいの厚さにカット。丼にご飯をよそい、カツオの切り身とオクラ、混ぜた納豆をのせ、醤油とごま油を2対1で混ぜたタレをかけて完成です。このレシピでは10の食品群のうち、魚、油、野菜、海藻、大豆製品の5つが取れます。カツオはシラスに変更しても美味しく召し上がれます。また納豆が苦手な方はお豆腐に変更してみても良いでしょう。続いては卵を使った簡単メニュー、炒り卵の温野菜です。材料は卵1個とレタス。卵はサラダ油で炒め、レタスを茹でます。あとはごま油とポン酢を混ぜたドレッシングをかければ出来上がりです。レタスの代わりにカット野菜や旬の野菜を使ってアレンジしてみても美味しいです。その場合は卵と一緒に炒めたり、レンジでチンするなどするとより美味しく召し上がれます。そして最後はレンジで1分、豆腐を使ったお手軽メニューをご紹介します。耐熱皿に豆腐とスライスチーズ、刻みネギをのせ、レンジで30秒から1分程度加熱します。最後に醤油をかければ寒い時期にぴったり、ネギチーズの温やっこの完成です。いくつかレシピを紹介していきましたが、フレイルの予防には1日3食食べることも重要です。作るのが面倒な時でも、小分けの野菜や少量パックの食材、お惣菜なども活用しながら、多様な食品を食べることやタンパク質を摂ることを意識して食事をしてみましょう。次は軽い運動で筋力を鍛えましょう。いつでもできて運動が苦手な方におすすめなのがスクワットです。大田区ではシニアステーションや老人憩いの家などが参加し、椅子を使ってスクワットの回数を競うスクワットチャレンジを実施中。皆さんもぜひ参加してみませんか。